皆さん、こんばんは。今夜は日本語の聖書読ませていただきたいと存じています。じゃあ早速、テサロニケの信徒への手紙その1、挨拶第一章、パウロ、シルワノ、テモテカ、父である神と主イエス・キリストに結ばれている。テサロニケの教会、恵みと平和があなた方にあるように。主になる者、私たちは祈りの度にあなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝しています。あなた方が信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していること、私たちは絶えず父である神の御前で心に留めているのです。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神から選ばれたことを私たちは知っています。私たちの福音があなた方に伝えられた、ただ言葉だけによらず、力と精霊と強い確信とによったからです。私たちがあなた方のところでどのようにあなた方のために働いたかは ご承知の通りです。そしてあなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに放うもの、そして主に放うものとなり、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となる言ったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりではなく、マケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりでなく、神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられているので、何にも付け加えて言う必要はないほどです。彼ら自身が私たちについて言い広めているからです。すなわち、私たちがあなた方のところでどのように迎えられたか、またあなた方がどのように偶像が離れて神に立ち返り、生けるまことの神に使えるようになったか、さらにまたどのように御子が天から来られるのを
待ち望むようになったかをこの巫女、この巫女、巫女、巫女、神社で働く巫女さんではなく、この巫女こそ神が死者の中から復活させた方で、来るべき怒りから私たちを救ってくださる、くださるイエスです。第2章。次に第2章。テサロニケでパウロの宣教。兄弟たち、あなた方自身が知っているように、私たちがそちらへ行ったことは無駄ではありませんでした。無駄ではなかった どころか知っての通り、私たちは以前、フィリップで苦しめられ、恥ずかしめられたけれども、私たちの神に勇気づけられ、激しい苦闘の中で、あなた方に神の福音を語ったのでした。私たちの宣教は、迷いや不純な動機に基づくものでも、また、ごまかしよるものでは、すみません。また、ごまかしよるものでもありません。私たちは神に認められ、福音を委ねられているからこそ、このように語っています。人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただくためです。あなた方が知っている通り、私たちは相手にへつらったり、口実を設けてかすめ取ったりはしませんでした。そのことについては、神が証ししてください。そのことについては、神が証ししてくださいます。また、あなた方からも、他の人たちからも、人間の誉れを求め、人間の誉れを求めませんでした。私たちはキリストの使徒として権威を主張することができたのです。しかし、あなた方の間で幼子のようになりました。ちょうど母親がその子供を大事に育っているように、私たちはあなた方を愛おしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでなく、自分の命さえ喜んで与えたいとお願ったほどです。あなた方は私たちにとって愛するものとなったからです。兄弟たち、私たちの苦労と骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまいとして、夜も昼も働きながら、
神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。あなた方信者に対して私たちがどれほど経験に正しく非難されることのないように振る舞ったか、あなた方が証しし、神も証ししてくださいます。あなた方がしている通り、私たちは父親がその子供に対するあなた方一人一人に呼びかけて、神の御心に沿って歩むように励まし、慰め、強く進めたのでした。ご自身の国と栄光に預からせようと、神はあなた方を招いておられます。このようなわけで、私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら、私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れたからです。事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に権に、あなた方の中に現に働いているものです。兄弟たち、あなた方はユダヤキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものとなりました。彼らがユダ人たちから苦しめられたように、あなた方もまた同胞から苦しめられたからです。ユダ人たちは主イエスと預言者たちを殺したばかりではなく、私たちをも激しく迫害し、神に喜ばれることをせず、あらゆる人々に敵対し、異邦人が救われるように私たちが語るのを妨げています。すみません。前回から日本語を練習したのはすでに長く、すでに長くの時間が経過しましたので、ちょっと日本語に、ちょっと私の日本語は、少しずつ硬くなってしまいました。すみません。じゃあ、続きは、異邦人が救われるように私たちが語るのを妨げています。こうしていつも自分たちの罪を溢れんばかりに増やしているのです。しかし神の怒りは余すことなく彼らの上に臨みます。テサロニク家最後のお願い、兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた
方の顔を見たいと切に望みました。だからそちらへ行こうと思いました。ことに私パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。私たちの主イエスが来られる時、その見舞いでいたい、その見舞いでいたい、あなた方以外の誰が私たちの希望、私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか。実にあなた方こそ私たちの誉れであり喜びなのです。第三章。そこでもはや我慢できず、私たちだけで、私たちだけが アテネに残ることにし、私たちの兄弟でキリストの福音のために働く神の協力者テモテをそちらに派遣しました。それはあなた方を励まして信仰を強め、このような苦難にあっていても誰一人動揺することのないようにするためでした。私たちが苦難を受けるように定められていることはあなた方自身がよく知っています。あなた方のもとに行った時、私たちがやがて苦難に遭うことを何度も予告しましたが、あなた方もしているように事実その通りになりました。そこで私たちもはやじっとしていられなく、もはやじっとしていられなくなって誘惑するものがあなた方を惑わし、私たちの禄が無駄になってしまうのではないかという心配から、あなた方の信仰の様子を知るためにテモテを派遣したのです。ところでテモテがそちらから私たちの元に今帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれました。またあなた方がいつも好意を持って私たちを覚えていてくれること、さらに私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっていることを知らせてくれました。それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながら、あなた方の信仰によって励まされました。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからです。私たちは神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝や
どのような感謝を神に捧げたらよい。すみません。この大きな喜びに対して、どのような感謝を神に捧げたらよいでしょうか。顔を合わせて、あなた方の信仰に必要なものを補いたいと、夜も昼も切に祈っています。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスとか、私たちにそちらへ行く道を開いてくださいますように。どうか神、どうか主があなた方をお互いの愛と、すべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように、そして私たちの主イエスがご自身に属するすべての聖なる者たちと共に来られる時、あなた方の心を強め、私たちの父である神の御前の聖なる火の打ちどころのないものとしてくださるように。アーメン。神に喜ばれる生活。さて、第四章。さて、兄弟たち、主イエスに結ばれたものとして、私たちはさらにお願い、また進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきか。私たちから学びました。そして現にそのように歩んでいます。そして現にそのように歩んでいますが、どうかその歩みを今後もさらに続けてください。私たちが主イエスによってどのように命令したか、あなた方はよく知っているはずです。私たちが主イエスによってどのように命令したか、あなた方はよく知っているはずです。実に神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。すなわち、みだらな行いを避け、おのおの汚れのない心と尊敬の念を持って妻と生活するように学ばねばならず、神を知らない異邦人のように情欲に溺れてはならないのです。このようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしてはいけません。私たちが以前にもつけ私たちが以前にも告げ、また厳しく戒めておいたように、主はこれらすべてのことについて罰を与えになるからです。神が私たちを招
かれたのは、汚れた生き方ではなく、聖なる生活をさせるためです。ですから、これらの警告を拒む者は、人を拒むのではなく、ご自分の聖霊をあなた方のうちに与えてくださる神を拒むことになるのです。兄弟愛についてはあなた方に書く必要はありません。あなた方自身を互いに愛し合うように神から教えられているからです。現にあなた方は負けドニア州全土に住むすべての兄弟にそれを実行しています。しかし兄弟たちなお一層励むように進めます。そして私たちが命じて おいたように落ち着いた生活をし自分の仕事に励み自分の手で働くように努めなさい。そうすれば外部の人々に対して品位を持って歩み誰にも迷惑をかけないで済むでしょう。主は来られる。兄弟たちすでに眠りについた人たちについては希望を持ったない方、これはやや厄介な主は来られる。兄弟たちすでに眠りについた人々、兄弟たち眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまい、すみません。兄弟たちすでに眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないた。嘆き悲しまないためにぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。イエス、主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち合図の号令がかかり大天使の声が聞こえて神のラッパが鳴り響くと主語自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ 人たちがまず最初に復活しそれから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと
一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。今述べた言葉によって励まし合いなさい。第5章、兄弟たち、その時と時期についてあなた方には書き記す必要はありません。盗人が夜やってくるように主の日は来るということをあなた方自身よく知っているからです。人々が無事だ安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。ちょうど妊婦に産みの苦しみがやってくるのと同じで、決してそれから逃れられません。決してそれから逃れられません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません。従って他の人々のように眠っていないので、目を覚まし身を慎んでいましょう。身を慎んでいましょう。眠る者は酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますか。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛の胸当てとしてつけ、救うの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救い預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですから あなた方は現にそうしているように、励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。長引いちゃってすみません。結びの言葉、兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で苦労、ロークし主に結ばれたものとして導き戒めている人々を
おもん、うん、おもんじ、おもんじ、おもんじ。またそのように働いてくれるのですから、愛を持って心から尊敬しなさい。お、お、うん、うん。互いに平和に過ごしなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを助けなさい。弱い者たちを助けなさい。すべての人に対して忍耐強く接しなさい。誰も悪を持って悪に報いることのないように気をつけなさい。お互いの間でも、すべての人に対しても、いつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてのを吟味して良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を、ま、全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたこと、あん、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火のうちどころのないものとしてくださいますように。あなた方を招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいます。兄弟たち、私たちのために、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たち、聖なる口づけによって挨拶をしなさい。この手紙をすべての兄弟たちに読んで聞かせるように、私は主によって強く命じます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にあるように。No, amen. Amen. あるはずですが。またもう一つの文字が略しましたか、これ。英語版によって、The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. 確か、Amen がありますじゃあ、次に、
英語版の聖書を読ませていただきたいと思います。それじゃあ参りましょう。 The first epistle of Paul the Apostle to the Thessalonians, chapter 1. Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father, knowing, brethren, beloved, your election of God. For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, so that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Chapter 2. For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain, but even after that we had suffered before, and was shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God, which trieth our hearts. For neither at any time used we flattering words, as ye know, nor a cloak of covetousness, God is witness. Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome, as the apostles of Christ. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. For ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preached unto you the gospel of God. Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe, as ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father doth his children, that ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judea are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen,
even as they have of the Jews, who both killed the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us, and they pleased not God, and are contrary to all men, forbidding us to speak to the Gentiles, that they might be saved, to fill up their sins alway, for the wrath is come upon them to the uttermost. But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavored the more abundantly to see your face with great desire. Wherefore we would have come unto you, even I, Paul, once and again, but Satan hindered us. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? For ye are our glory and joy. ちょっと水を飲ませてください。疲れた。次に第三章。Chapter 3. When we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone, and sent Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith, that no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass. And ye know, for this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you. Therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith. For now we live, if ye stand fast in the Lord. For what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God, night and day, praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Now God himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct our way unto you, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you, to the end he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. Chapter 4. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in the lust of concupiscence, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. That no man go beyond and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. He therefore that despiseth not man, but God, who hath also given unto us his Holy Spirit. But as a touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another.
And indeed ye do it toward and indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more, and that ye study to be quiet, and do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you, that ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so then also which sleep in Jesus will God bring with them, but with him. For this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Chapter 5. But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For ourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But but let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesying. Prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that calleth you, faithful is he that calleth you, who also will do it. Brethren, pray for us. Greet all the brethren with a holy kiss. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
語の聖書を読ませていただきたいと思っています。Salata 中国語の版の聖書がないので、スマートフォンから読ませていただきたいと、スマートフォンから読ませてください。それじゃ、KJV 聖書、帖撒罗尼迦前书第一章，保罗、希拉、提摩太写信给帖撒罗尼迦在父神和在主耶稣基督里的教会，愿恩典平安从我们的父和主耶稣基督归于你们。我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们，在神和我们的父眼前不住地纪念你们信心的工作、爱的劳碌，和因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。亲爱的弟兄啊，我知道你们是蒙神拣选的，因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎全能和圣灵，并充足的确据。正如你们知道，我们在你们那为你们的缘故是怎样为人，并且你们在许多危难之中接受了这道并圣灵的喜乐，就成为我们和主的跟随者。这样你们就做了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样，因为主的道从你们那里已经传扬出来。你们向神的信心不但在马其顿和亚该亚，就在各处也都传开了，所以不用我们说什么话，因为他们自己已经指明我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像转向神，要服侍那又真又活的神，等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣。第二章，兄弟们，弟兄们，你们自己晓得，我们进到你们那里，并不是突然的。我们从前在腓立比被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠我们的神放开胆量，在大征战中神的福音传给你们。我们劝勉不是出于欺骗，不是出于污秽，也不是用诡诈，但我们既蒙了神许可，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，而是要讨那些试验我们心的神喜欢，因为我们从来没有用过奉承的话，这是你们知道的，也没有藏着贪心，这是神可以做见证的。我们做基督的使徒，虽然可以施压，却没有向你们或向别人求荣耀，但我们在你们中间是温柔的，如同奶妈爱护她的孩子们。我们既是这样爱你们，
不但愿意将神的福音传给我们，既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的魂也愿意给你们，因你们是我们所亲爱的弟兄们。你们纪念我们的劳碌和阵痛，昼夜做工传神的福音给你们，免得叫你们一人耗费。我们在你们信主的人中间是何等圣洁公义，无可指责，有你们做见证，也有神做见证。你们也晓得我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们个人，好像父亲带自己的孩子一样，要叫你们行事对得起那召你们进他国得他荣耀的神。为此我们也不住地感谢神，因为你们听见我们所传神的道就接受了，不以为是人的道，而是把它当作实在，而把它当作实在是神的道。这道也有功效的运行在你们信的人里面。弟兄们，你们曾效法犹太中的基督耶稣里神的各教会。弟兄们，你们曾效法犹太中在耶稣基督里神的各教会，因为你们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。这犹太人杀了主耶稣基督和他们自己的众先知，又逼迫我们，他们得不到神的喜悦，并与众人为敌，不许我们传道给外邦人，使外邦人得救，常常充满自己的罪。神的愤怒临在他们身上已经到了极处。弟兄们，我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别。我们极力的想法子，很愿意见你们的面，所以我们有意到你们那里。我保罗有一两次要去，只是撒旦阻挡了我们。我们的盼望和喜乐并欢喜的冠冕是什么呢？难道不是他来的时候，你们能在我们主耶稣基督的同在中吗？因为你们就是我们的荣耀和喜乐。第三章，我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典，派我们的弟兄做神仆人的，我们在基督福音里的同工提摩太去兼顾你们，并在你们的信心上安慰你们，免得有人被这些患难摇动。因为你们自己知道我们受患难是命定的。我们在你们那里的时候预先告诉我们必受患难，以后果然应验了，你们也知道。为此我既不能再，就派人去，要晓得你们的信心如何，免得那诱惑人的设法诱惑了你们，叫我们的劳碌归于徒然。但如今提摩太从你们那里回来，将你们信心和爱的好消息报给我们，又说你们常常纪念我们，切切地想见我们，如同我们想见你们一样。所以弟兄们，我们在一切困苦患难之中，因着你们的信心就得了安慰。我们若在主里站得稳，我们就活了。我们在我们的神面前因着你们非常喜乐，为这一切喜乐，可用何等的感谢为你们报答神呢？我们昼夜切切地祈求要见你们的面，完全你们信心的不足。愿神自己和我们的父并我们的主耶稣基督带领我们到你们那里去，又愿主叫你们彼此相爱，又愿主叫你们彼此的爱和对众人的爱都能增长充足。
如同我们爱你们一样。最后，当我们主耶稣基督和他众圣徒一起来的时候，他能使你们在神，就是我们的父面前，心里坚固，在圣洁上无可指责。第四章，此外弟兄们，我们靠着主耶稣基督求你们，劝你们，你们既然从我们接受了，知道该怎样行可以讨神的喜悦，就应该照这样行得越来越多，因为你们知道我们凭主耶稣给你们什么命令，神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。你要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵持守自己的器皿，不在邪情的私欲中，就像那些不认识神的外邦人。不要一个人在任何事上怨愤欺诈他的弟兄，因为这一切的事主必报应，正如我们预先警告过你们，又向你们证明了。神造我们不是要我们沾染污秽，而是要我们成为圣洁。所以那藐视的不是藐视人，而是藐视那将他的圣灵给我们的神。说到弟兄之爱，不用我写信给你们，因为你们自己蒙了神的教导，叫你们彼此相爱。你们向马其顿全地的众弟兄固然是这样做的，但我劝弟兄们要做的越来越多，又要学会安静，做自己的事，亲手工作，正如我们吩咐过你们的，叫你们可以向外人行事端正，并且自己也没有什么缺乏。说到睡了的人，我不愿意弟兄们不知道，恐怕你们悲伤，像那些没有盼望的人一样。我们若信耶稣死而复活的，那些在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一起带来。我们现在照主的话告诉你们这事，我们这活着还存留到主来的人，必不能在那已经睡了的主，必不能在那已经睡了的人之前，因为主必亲自从天降临，有一个呼叫和天使长的声音，并用神的号，在那时耶稣里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一起被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。所以你们应当用这些话彼此安慰。第五章，弟兄们，说到时候日期，不用我写信给你们，因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同阵痛临到怀孩子的女人一样，他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子追上你们像贼一样。你们都是光的儿女，是白天的儿女。我们不是属夜的，也不是属黑暗的。所以我们不要睡觉像别人一样，总要警醒和理智。因为睡了的人是在夜间睡的，醉了的人是在夜间醉。但我们既然属白天，就要理智，带上信心和爱的胸甲，把拯救的盼望当作头盔。因为神不是指定我们遭愤怒，而是叫我们借着我们主耶稣基督得到拯救。他替我们死，叫我们无论醒着睡着都与他同活。所以你们该彼此安慰，互相照旧，正如你们也在做的。弟兄们，我们劝你们敬重那些你们中间劳碌的人，就是在主里面治理劝诫你们的，又因他们所做的功，在爱里格外尊重他们，你们也要彼此和睦。弟兄们，我们现在劝你们，
要警戒懒惰的人，安慰胆怯的人，扶助软弱的人，向所有的人忍耐。要明白，无论是谁，都不要以恶报恶，或是彼此相待，或是待众人，而是要追求良善，要常常喜乐，不住的祷告，凡事感谢，因为这是神在耶稣，在基督耶稣里为你们所定的旨意。不要消灭圣灵，不要藐视预言，凡事查验，善美的要持守，各样显为恶的事要警戒不做。愿那平安的神使你们完全成圣。我祷告神，愿你们的灵魂身体被保守，在我们主耶稣基督到来的时候，你完全无可指责。那些招你们的本是信实的，他必成就此事。请弟兄们为我们祷告，以圣洁的亲吻问众弟兄安。我指着主嘱咐你们，要把这信念给所有圣洁的弟兄听。愿我们主耶稣基督的恩典与你们同在，阿们。Oh my God， 要做个梦。三つの言語で聖書のこの、この手紙を読み終わりました。それじゃ、if God willing, I hope to see you guys next time in my next Bible reading videos on YouTube.もしご縁があれば、次の動画で YouTube でお会いましょう。ご愛読、ご視聴いただきありがとうございました。ご幸運にありがたくお礼を申し上げます。それじゃまた。Until next time.